ここんんににちちはは出口でですすリサイゼヘムは本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。お願いします。いや、今年ももう終わり、年末ですね。さすがに。そうですね。ちょっと前はクリスマスでしたけど、うん、今年のクリスマスはどうでしたいや、何も。 何も変わらなかったですけど。スランド。M1 見てましたよ。ああ、そうか、M1 ありましたね。M1、うん、どうでした ?M1 は、なんか、僕し、全然今年は、なんか予選とかで、ね、見てなかったんですけど。<laughs> いつも見てるんですか、予選。<laughs> 見てた時もありましたね。えー、なんか YouTube で結構流れてくるから、M1 のチャンネルで、なんかチラチラ見てたこともあったけど。 なんか全然知らないコンビがいっぱいいて楽しかったですけどね。うん、なんか僕も最近テレかから、ね、かった印象でしたけど。うん、ああそうね。なんか点数的にはみんななんか90点台バンバン出すみたいな、ね、そんな感じの印象ありましたね。うん。うん、まあでもやっぱ令和ロマンは確かになんか優勝しそうと思ったけどそのまま優勝するとは思わなかった。うん、ね僕もあのまあ,あの僕はリアルタイムじゃなくてあの。 でなんかちょいちょょいい見てましたけど決勝のね、まあ、もう見てると思って話しちゃいますけど、うん、あの令和ロマンとあとヤーレンズ、うん、あの2人どっちかだろうなって、まあ、僕もでも、ね、令和ロマン面白いかなど令和ロマンかなちょっと好みかなとか思いつつわかる, <laughs> かる <laughs> それどっちかだろうなと思ったらそういう感じの審査だしたよねやっぱりなんかその審査員たちも。 1>, 1本目だったらヤーレンズの方が僕は好きかなと思ったんだけどあでも2本目だったらレアロマンかなみたいな感じでした、ねうん、ちょっとねレアロマンあの身,身内受けとまではいかないけどなんかそういう感じもあったけどねその,あの吉本がどうのみたいなさちょっとネタがあったじゃないですか<ー>吉本にこういう人いますみたいな,、はい、なそれもあったからあれかなと思ったけどまあまあまあどっちも僕も面白かったなと思いましたね、うん あとあの敗者復活から上がってきた獅子頭も<お>なんか敗者復活の時はめっちゃ面白かったんですけどね <laughs> なんか <laughs> <あ>ん<ー>そのネタそのままやらないんだと思っちゃった思っちゃった敗者復活見てないからな、うん、僕3時ぐらいから見てましたよ <laughs> めっちゃ長かったあそうなんだ、うん、なんだっけな僕あの去年去年とか一昨年出てたななんなんだっけなうん グループ、グループというか、コンビが好きだったんだけど今、今年はなんか全然出てなかったんですけど、あ、ロングコートダディか。ああ、予選出てましたよ。落ちちゃったけど。なんか敗者復活にはい、にい,、ね、いたんですけど、いましたよね。ロングコートダディが上がってこなかったかと思って、僕は結構好きなんですけどね、ロングコートダディ。やっぱ、ああいうのってなんか2回目、3回目の人はなんかこう、 なんていうの初登場ボーナスがなくなってやっぱ厳しいんだなっていうのは、うん、思いましたね。あでもなんかそういうのを,を押し切れる人もいるじゃないですか。うん、なんか例えばあの笑い飯みたいなさ、うん、その笑い飯なんてほとんどあのパターンというかさやり方自体は変わってないけどずっとそれ貫き通して、うん、なんか結果的にまあ賞を取ってっていう。 人たちだった,りしたから。ね、ヤーレンズとかはそういう感じの雰囲気もあるかなってちょっと思ったんです、ね、<laughs> シ,ンクジェシカとかね。3年連続出てる。ああ<ー>。僕めっちゃ好きなんだけど、ちょっとね、ちょっと難しいんだよね。真 <laughs> 空ェシカはあれはちょっとね、だいぶ好みが分かれると思う、ね。ちょっと難しいよ。っ <laughs> だいめっちゃ好きだけどな、僕。いや、なんかさやかとかも僕、正直。 決勝、いやあの、最終決勝に上がる前の決勝のやつ、うん、その一本目のやつ、もう、ちょっとなんか難しいんじゃないかなと思って、なんで、あんであれですごい点が取れたんだろうなってちょっ思っと。りましたけど、ね。あ、それでうと、2本目のネタはもっとよくわかんなかったけどね。<laughs> そ,うそ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 う。だからちょっと難しいなと思ったんだよね。うん、なんか、本当でも結果なんかやっぱわかりやすいのがいい。 いいような気はするよ、ね、なんかヤーレンズとか見ててもあ,、ね、あのまあ令和ロ,ロマンとかもそうだけどだからねまあなんか長ければねすごい練り込まれたネタとかも面白いなって思うところあると思うけど、うん、1> M 1ね、うん、1> なんかでも M 1もなんかやっぱりちょっと批評的な目線が入っちゃうからなんか僕最近あんまり好きじゃない好きじゃんあの、ね、M 1自体は好きなんだけど <laughs> 1> M 1を見てる自分が好きじゃないんだよねやっぱり <laughs> そうね 僕も <laughs>、うん、純粋な、でも、でも割と、やっぱりそれがあるから、それをちょっと、そういう自分出さないようにしようみたいな感じで見ると、うん、ちょっと純粋に笑えたりしたんで、今年はちょっと良かったかなと思ってるんだけど。<laughs> <laughs> 僕もなんか、その、M‐1 中のタイムラインはあんま好きじゃないですけどね。<laughs> なんか <laughs>、その、<ー>みんな必死識してるみたいな。<laughs> あ <laughs> 見ないようにしてた。<laughs> そうなんだ。まあ、僕は別にそんなネタバレとか別に構わないんで、まあ僕、だから、リアルタイム見てないから、うん なんかなんとなく令和ロマンがその m 1優勝したっていうのを知った上で見てたんですけど、うん、全然、まあ、そういうネタバレとかは全然いいんですけど、ねまあ、でも批評とかはやっぱりちょっとねなんか気になっちゃうよねなんか純粋な気持ちで笑いたいなっていう気持ちはやっぱりあるよね,ね、うん、まあ好みですからね最終 <laughs> まあまあまあ最終的にはねそれぞれ面白いっていう人がいると思うしやっぱり。 いやでもクリスマス、まあ、僕も今年はちょっとまあ予定があってご飯食べに行ったりもしたけど、うんうん、まあでもなんか、日そのクリスマス過ぎてからもさ、やっぱり仕事があって予定とかもあったから、で僕も結構なんかね、いろいろ、なんかこう、あやんなきゃみたいなのがいろいろ溜まってたんで、全然なんかこう、ゆったりした気持ちでいられなかったんですけど、うん、<laughs> クリスマスだからとか、そのクリスマス一応、土日じゃないですか、うん、イブと。 えそうだよね、あ違うか。日曜がイブで、月曜がまあクリスマスみたいな感じか。うん、だったけど、まあなんかあんまりこう、のんびりというかね、なんかゆったりする気持ちの余裕がなかったんで、<laughs> なんかあれだったんですけど。なんかクリスマス、今までのクリスマスで一番思い出に残ってることとかありますかいや、ないっすよ。そんな。ない。あると思います。<laughs> いや全然そうある人はあるでしょやいやないね思い出ないクリスマスの、うん、別になその別にそのなんか恋人等でも別にいいし家族等でもいいし友達等でも別に何でもあると思うんだけどあんまクリスマスをやる家じゃなかったんだよななんかあそうなんだうんあんまこうクリスマスだからどうのみたいな <laughs> あんまないねまあもちろんなんかプレゼントもらったりとかは子供の頃はあったけど クリスマスだからなんか特別どこかへみたいなあ<ー>まあ結局になんか親2人自営業だったからまあ普通に仕事あるし、うん、みたいな感じであはい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 うんなんかありますそういうのいや僕はまあその一番思い思い出というか印象に残ってるクリスマスで言ったらやっぱパティシエ時代ですねああそうね パティシエ時代のクリスマスはもうね、すごかったですね。うんでしょうね。まあ、クリスマス当日っていうよりは、クリスマス前日までだね。<laughs> うんどっちかっていうと。まあ、当日はそうでもないんですよ。まあ、でも、だからクリスマスのための準備の、クリスマスケーキの準備がめちゃくちゃ大変っていう。僕もなんか ヘルプののバイトししてましたよそんかあのケーキ工場みたいなところに入ってうん、うん、ひたすらイチゴをせるっていうバイト、うん、はいはいはい, <laughs> いやまあそういうことですよだから、うん、もうだからそれ、まあ、僕はもうねその小さい町のケーキ屋さんみたいなところのパティシエというかそのいう製造の仕事してたんで、うん、まあその頃はバイトでしたけどあの大学生だったんでまだでもなんかもう 朝。まあもうその頃はもう大学生だけど朝出勤して <laughs> 夜だったら帰るみたいな <laughs>、ほぼほぼ社員みたいなことやってたんで、まあもちろん朝から早朝から出勤して、で夜ホテル用意されてるっていう。そこホテルまで。うん、<laughs> 駅の近くのまあなんかちょっと泊まれる、ね、仮眠取れる場所みたいなのが用意されてて。マジだからもうすごい朝、朝5時とかぐらいまで。 えー、朝出勤して、ずっと夜までやって、もう1時ぐらいになると、さすがにもう眠たくなってくるというかなってくる、なってきちゃうんで、ちょっとその手前ぐらいで仮眠取って、ちょっとだけ、で、また戻って、<laughs> ひたすらケーキ作るっていう。いやなんか僕もそういちご乗せただけだけど、まあじゃあ、頭おかしくなるかと思いましたね、そのバイトを。<laughs> 無限にいち乗をっけて <laughs> <laughs> いやでもあの頃は本当に体力あったなって思うね、うんうん、改めて、ね、立ちっぱなしだからさやっぱり<ー>そ,れそうだよ、ね、朝から立ちっぱなしそんな休憩もほぼほぼ取らずにずっと作り続けてる、うん、だからもうやっぱりねなんかその僕の場合頭おかしくなるっていうよりやっぱりもうね 普通にもう体力の限界を感じるみたいな、うん、眠たく、本当になんか心から眠たくなるみたいな状況になって、うん、もうあの僕がその頃やってたのは仕事としては、えっとまあ、サンドがメインかな。その要はあのよくあるショートケーキみたいなあるじゃないですか。生クリームとイチゴが入ってるみたいな間に。うん、あれのまあサンド、スポンジをスライスして中に。 生クリームといちご入れてサンドしていくっていうだけのやつ、うん、まあちょっとな,な,なっぺっていう周りをこう生クリーム塗るみたいなやつ、うん、もうちょっとやったりとかしてたけどそ,もうその辺だけをひたすらずっとやり続けててであとたまに生クリームやっぱ足りなくなってくるから作んなきゃいけないみたいなのでこう回してミキサー回してみたいなのやって。うん やってるけどもだんだんもう体力の限界でもう意識が朦朧としてくるみたいな。で,、ねうん、でなんかざやっぱり仕事が雑になってきちゃうからさやっぱりそうなってくると。うん、先輩というかね、まあ、社員の人に「おお前なんか寝てるぞ」って言われて、うん、やってたのが一番やっぱり印象に残ってるかなクリスマスの中では。大変だよな。 お店が忙しい時にはそのお店に行かない方がいい方がですよ <laughs>、ね、それは店員を気遣うっていう意味じゃなくて、うん、あのね美味しくないやっぱり美味しくないと思う <laughs> 僕は、うん、質がねそうそうそうどうしてもねクオリティ下がっちゃうと思うじゃ若干うんどんなに頑張っても、うん、っていうかやっぱりあのー、本当にすごいクオリティ高く作ってるとこでもやっぱり大量に作るから保存のこと考えるわけですよ、うん うん、そのね出来たてを全部出しますっていうわけにはいかないから。うん、ってなるとやっぱりちょっと例えば冷凍して置いとくとかさはい、はい、でそれを解凍して売るとかさケーキとかでもよくあるんだけど、うん、とかなっちゃうからやっぱりねちょっとやっぱおい美味しくないっていうかまあ最高に美味しいものではないわけですよね。うん、のでクリスマスケーキは食べない方がいいっす。 <laughs> あのこれはケ元ケーキ屋の人間としては <laughs> あただ、まあ、あのケーキ屋としては、ね、もちろん、ね、書き入れ時だから来てほしいっていうのはあると思うけどなんかでもそ違う日に来た方が僕はいいなと思うよね違う日に何でもない日にケーキ買うのが一番いいうん確かにね、うん、うなぎも僕その理論で思ってるからねやっぱりうな,ぎなんか土用の牛の日とか言ってんじゃん関係ないじゃんいうなぎなんて別に季節でも何でもないし あれもね、意味はない。あの日に行かない方がいい、はい <laughs> そう。もっと普通の日に行った方がいい。<laughs> うん、ケンタッキーとかもそうなのかなうん。ケンタッキーぐらいになればね、ある程度、一律のやつできそうだけど、<laughs> あね、まあでもね、やっぱり雑になっちゃったりするんじゃないやっぱ <laughs> とかさ、ちょっと時間がかかっちゃうとかさ、<laughs> あらかじめいっぱい作っていくから、なんか良くないとかさ。うん だから、あまあ、混んでるときに行かないほうがいいと思うね、個人的には。うん、確かにね。なんでもないスーパーでしたけど、僕が働いてたのは、そこのケーキ売り場みたいなとこでもすごい忙しかったからな。うんうん、うん、まあそうだね。まあどこでもそうだと思う。このクリ、まあ、特にね、クリスマスの時期なんて、うん、本当、すごいもん。なんか僕、その、えっと、その、パティシエ辞めて、 あのまあ、デザイナーになったんですけど別の会社にまた採用っていうか、うんあのね、入って入社して、うん、で、まあ、そのパティシエ自体にお世話になったその先輩とかが、まあ、なんか自分のお店持ってケーキ屋さんの,、うん、そのやっててで、まあ、なんまあちょっとなんていうのちょっとした広告というかねなんか。 な,なんていうのお菓子の新商品ですみたいなさ、うん、なビラじゃないけど何ていうのなんかちょっとしたパネルみたいなものを、うん、まあちょっと作る手伝いとかをたまにしてたんですよ、うん、その先輩のお菓子屋さんの、まあ、写真撮ったりとかも含めて、うん、で、まあ、そこもそのやっぱクリスマスシーズンになってさその人手がやっぱ足りないってなってさ、うん、僕は急遽 手,手伝うっていうまたクリスマスケーキの <laughs> 仕込みの手伝いをするっていうのをやったんだけど <laughs>、うん、まあその時はさすがに朝からなんかすごい深夜までみたいな感じではな,なかったけど、うん、それでもやっぱ大変だなとこんなちっちゃくて新しいお店でもやっぱ予約いっぱい入って、うん、なんかねケーキホールでさ100100い100ってたかなとか入ってさ、うん、それ用意してとか。 大変だなと思ったね、やっぱり。うん、まあ、なので、あの、おすすめは、普段からケーキを買って食べるっていうのが、僕のおすすめです。<laughs> クリスマスに。<laughs> クリスマスもいいけど、別に買っても。うん、まあ、そんなにね、クリスマスは、なんか、ちょっと、ちょっとしたものだけで済ませて、普段いいもの買うといいんじゃないかなって僕は思いましたね。<laughs> なるほどね。まあ、なんかなん、なんでそんな話をしてるのかと思ったけど、 えー、今月末も終わりなので、まあ、いつものごとく、月末恒例のサブトピックスを話していこうかなと思いますが、はい、いや、今月なんかいろいろ忙しかったから、僕もあんまりチェックできていなかったんですけど、うん、何かありましたかね。一番面白かったのは、えー、とちょっと前の話ですけど、バーセルが V0 と。 っていいううササーービビススをとか実験的サービスを発表しててえでこの V0 っていうのがまあ生成 AI で UI を作るっていうやつなんですね。でまあ,まあこの手の実験はまあ結構前からあったと思うんだけどまあそれをバーセルバーセルってまああのホスティングサービスと言ってもいいのかまあなんだろうな。 ネクスト JS とかそういう系の、まあ、IaaS というか、まあ、そういうプラットフォームなんですけど、まあ、かなりまあフロントエンドエンジニア的にはまあすごいデファクトになってきてるようなサービス、はい、そこが生成 AI のこの V0 っていうのを展開してるっていうのがまあちょっと一個大ってなるポイントなんですよねで、うん、かつなんかこれが割と実用的な,なんだろうな理にかなってるなと思ったのがテールワインド CSS と あと、ちょっと読み方がよくわかんないけど、s h a d シャド,シャド C N? h CN, S-H-A-D-C-N UI っていう、うん、まあコンポーネントライブラリみたいなのがあって、うん、まあその2つを組み合わせてるんですね。はい、で、この s h a d CN っていうやつが、まあ、最近あのあの、まあ、デザインシステムを作るときとかに使われる、まあ、ヘッドレス系の UI ライブラリみたいなのがまあいくつかあって、うん、まあなんかそれこそ、うん まあこういう系の元をたどるともともとはツイッターブートストラップとか10年ぐらい前にあったじゃないですかその CSS フレームワークっていうエンジニアが UI、e、作る時になるべく早く作れるようにありあいすでにあるコンポーネントをいくつか用意しておくっていうようなやつ、うん、で、まあ、そこから派生してきて、まあ、リアクトの時代になってきて、まあ、例えばチャクラ UI とかあとは そそれこそ今今までも流行ってるテイルワインドっていうやつとか、うん、まあいくつか生まれてきたと。でまあそれってまあコンポーネントを言うなんだろうなモーダルとかボタンとかまあよく使うようなコンポーネントにスタイルが当たった状態で提供されてるんですよねどれも。うん、でただそれをデザインシステムに使おうってなるとまあスタイルそのまま表に出すっていうよりは何かしらそのまあ各社独自のスタイルを こう上書きすることになったりするから、まあ、結構、うん、まあすでにスタイルがついてるとちょっとめんどくさかったりするんですよねその上書きしなき,ゃしなきゃいけなかったりだとか、うん、でもとはいえゼロ,でゼロから作るのはまあいろんなコンポーネントカバーするのは大変だからまあそういったライブラリ使うんですけどで最近その中でヘッドレス系のそういう UI ライブラリ,ラブラリっていうのが出てきてそのチャクラー UI っていうやつから派生してアーク u i ってやつが出てきたりとか、まあ、あとあの ラディックスってやつが出てきたりとかその中のまあまあそういうヘッドレス系が出てきたとでただそこヘッドレス系のそういう UI コンポーネント集って、まあ本当に骨組みだけ提供してるんですよねなんかその、うん、スタイルは当たってなくて本当にとに、まあ、UI の骨組みだけ提供してそこの骨組みを使うとまあアクセシビリティ的にもすでに考慮された状態の骨組みが出来上がっているから 各社カスタマイズするときに、そういうアクセシビリティとかをまあゼロから考えなくて済むっていうようなメリットがもあったりすると、うんで。ただまあ、あまりにこのスタイルが当たってなさすぎると、特にこう、なんていうんですかね、CSS とかまあデザイン的な部分が苦手とするエンジニアの人にとっては、ちょっととっつきづらかったりするわけですよ。だからまあ、程よくこう、スタイルが当たってるといいな、みたいな <laughs> まあ流れが今度でき、その中で,で出てきたのが、このシャッドウ。うん CNUI っていうライブラリで、まあ、これはラディックスっていうそのィックスプリ r i m i t i っていうあのヘッドレスな UI コンポーネントをベースにしてテールワインド c s s っていうのを使って、まあ、程よくスタイルが当たってるっていうようなライブラリなんですよね、うんまあ、ちょっと多少整えてるみたいな感じで剥がすときはそのスタイルは剥がしやすいみたいな、まあ、そういったメリットがあると思うんですけど、うん、でそのまあスタイルの当て方ってまあ大きく2パターンあって 1個がそのそのユーティリティファーストっていうまあすごい雑に言うと HTML のクラスのところにクラス名がめっちゃ列挙してそれで UI を組み立てていくっていうような考え方のライブラリなんですよ、うん、テールワインドっていうのはね。でもう1個別の考え方としてはまあ普通に CSS を書いてそこ上で CSS 上でいろいろスタイルを組み合わせて UI を作っていくっていうような考え方があるんですよ。うん、でテールワインドって とか、まあ、そういうユーティリティファーストなライブラリって、まあ、結構クラス名をすごい列挙しなきゃいけないんで僕はまあま好きじゃなくて個人的にはそのクラス名とか覚えなきゃいけないからそのテールワインド的な例えばサイズフォントサイズ MD みたいなクラス名をつけなきゃいけないわけですよ、うん、じゃあ MD って何だみたいなことを覚えなきゃいけないからはい、はい、なんか正直人間がやるにはちょっとだるいなと思って。 っててあんんま好きじゃないんですよねそれを覚えるなら CSS を覚えた方がいいんじゃないかなっていうのを僕は思うんですけど、うん、まあまあまあ分かるようん、うん、まあただ CSS をあんまり覚えたくないっていう人にとってはまあそっちの方が便利っていう話なんですよねそういうユーザー、うん、ユユーユティリティファーストのやつってまあある程度 CSS をこうラッピングしてるみたいな感じだもんね、うん、まあそっちの方が覚えること少ないかもみたいな、うん、そ,うそうそうそう なんですけど、この V0 の話に戻ると、V0 があなるほどと思ったのは、その、TailwindCSS と s h a ド d c n をベースにしてやってるんですよ。だから、生成する物としては、ユーティリティファーストで組み立てられた UI を生成するわけなんですよね。うん、で、そうすると、生成 AI 的には、ユーティリティファーストで組み立てた UI を HTML で生成すればいいわけなわけですよ。だから、c s s を生成しなくても済むっていうところ。 がそれがすごい理ななってるなと思っててると思だから人間がユーティリティファーストで作られた CSS のクラスを使って HTML 上で CSS 書かずにこうクラス名をいろいろ列挙してやるのはちょっとなんか人間がやることかなと思ってたんだけど、うん、<laughs> 雑に言うと、うん、でも確かにこれを AI にやらせるのはすごいなんか理にかなってるなと思って。ね、AI、CS あのー まあ生成 AI が流行ってきて UI を自動生成するみたいな試みも結構出てきてたけど、まあ、結構この V0 ってやつはなんかすごいあなるほど筋が通ってんなと思ってうん、うん、これはなんていうかいいなと思ったんですよねでそれができるのはやっぱテールワインドが結構流行っててそのユーティティファーストベースで組み立てられた UI のサンプルがまあいっぱいあるから、まあ、それで教師データがあってできるっていう話だと思うんですけどああはいはいはいでかつなんていうのその 普通のユーティリファストじゃない CSS、HTML の組み立て方だと、そのクラス名っていうのはまあ、いろいろそれぞれプロダクトによっていろいろごちゃごちゃ、うん、独自性があると思うんだけど、はいはい、テールワインドに乗ってるっていうところで、テールワインドのクラス名を使って組み立てられてるから、生成しやすいっていうか、あ<ー>教師データとして使いやすいっていうメリットもあるわけなんですよね。いろんな意味ですごく理にかなってて。 確かにこういうのだったらうまくいくのかもなっていうのをこれ見て思ったんですよね。うん,うん。まあ、確かに。まあデザインシステムってまあ結局システムだからまあそこで作られている UI とかってまあどうしてもパターン化しやすいと思うから、うん、まあだから何て言うのかなよくパターン集とかにあるようなフィードとかランキングとかなんかカード UI とかそういうのってまあ そこまで大きく差別化ならないと思うんですよね、その構成的には。うん、だからまあ、現代のツイッタートブートストラップ的になんかこう、ゼロ打ちで立ち上げるときはこういうのを使って自動生成して、でまあとから独自のものに入れ替えるみたいな使い方は、うんうん、なんかすごいイメージ湧くなと思ったんですよね。まあ確かにね、うん、最初は、まあ、もうパッと作っっててしまって こうねサービスが伸びてきたらじゃあもうちょっとちゃんと作っていこうみたいな、うん、では全然ありえそうですよねそうでかつ何て言うのそのさっき冒頭で話したヘッドレス UI がベースになってるからなんかその独自のスタイルと入れ替えるてテーマを当てるみたいなこともしやすいと思うんですよああはいはいはい、はいうん、そうねだからひょっとしたらなんかわかんないけど 各プロダクトの独自のビジュアルアイデンティティみたいなものが、まあ、例えば画像として現れていて <laughs> でそれを食わせてそれ用のカラースキームというかカラーパレットみたいなのを吐き出してでそれをカラーコードに変換してでそれをテーマ当てるみたいなこともできるかもしれないしうんだからまあデザインシステムいろいろあるけどなんか簡単なデザインシステムであれば AI ベースで作るっていうのは確かに全然できそうだなっていうのをこれ見て思いましたね。 うん、うん、そうだねいや HTML と AIAI AI っていうか生成 AI とかっていうのはかなり相性いい感じがしますよねうんまだからその辺はもうガシガシ進んでいきそうだし、まあ、HTML だけじゃなくてもういろいろできるようになっていくんだろうな来年とかになって、ね、そうでそれ今バーセルっていうかなり勢いがあるサービスがこの V0 っていうのを作ってるってのがなんかさら、まあ、にその勢いが増しそうだなと思ってうんうん そうね。っていうね。なんか、デザインしても作る系の仕事を、まあ、僕やること多いけど、なんか、簡単なものなら奪われそうだなっていうのは <laughs> 思いましたね、これを見て。あ <laughs> あ。まあ、全然いいんだけど。ねうん、まあ、でも、めんどくさい部分はやってほしいっていう気持ちは、ね。そう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 。全然いいんですけど、ね。<laughs> なんかめ、めんどくさいっていうか、なんか、まあ、その、僕らでいう、その、これ難しいなって思ってるところの方が、 まあ、その機械も難しいんだけど、うん、そのなんかちょっと面白いなって思ってる部分もあるから、うん、その、そうじゃなくて、ちょっと作業的なところあるじゃないですか、やっぱり。そうそうそう。そこはね、別に機械がやってくれればいいかなっていう気もするしね。うん。はい。そうですね。じゃあ僕もちょっと AI 系の話で、ストリームディフュージョンの話をしようかな。ストリームディフュージョンっていう、なんかステ、あのステーブルディフュージョンっていう、まあ、画像生成の AI がありますけど、うん、あれを、 か,えー、かなり高速にあの実現するというかね、うん、高速に生成できるようにいろいろやったっていう、まあ、プロジェクトがあって、それがやっぱりかなりすごいっぽいんですよ。僕もまだ手元のマシンで動かしてないんで、あ,のあれですけど、いろいろ界隈を見ている限り、やっぱりこれは可能性いろいろありそうだなっていうふうに思っていて、うん、まあ単純に、ね、画像生成、まあ、 ローカルマシン僕もまあそんなに強パワー強くないあのローカルのマシンでステーブルディフュージョンとか動かしてもやっぱりポチってしてから、うん、なんかコーヒーをふーって飲んで <laughs> して、うん、やっぱり生成されてくるぐらいのさやっぱりそういうスピード感なんだけど、うん、なんかそれをもう、まあ、場合スペックによってはもう 100fps 100以上の速度で画像生成バンバンできるみたいな。うん もうのをものになっていてまあほぼほぼまあアニメーション作れるレベルアニメーション作れるっていうかもう普通のアニメーションテレビアニメーションより全然 FPS 高いっていう感じ多分だと思うんだけどそれぐらいのレベルで生成できるのでこれはかなりこう意,外意外とっていうかこの速さが変わるだけでかなり体験に影響する部分ってすごく大きいんじゃないかなと思って。 い,ろいろ見ててるって感じですね、うん、なんかこれ見てて思ったのが昔のインターネットと今のインターネットだなっていうふうにちょっと思ったりしたんですけど、うん、その昔のインターネットってさやっぱりさなんかつなげてなんかこうピーヒョロロってなって帰ってきてみたいな、うん、<laughs> そういうさ、うん、感じだったわけじゃないですかさ牧歌的な。 さっき言ってたステイブルディフュージョンポチッて押して、うん、コーヒーいっぱい飲んで、うん、生成されてみたいな、うん、結果が出てああだめだったかみたいなはい、はい、<laughs> そういう感じの世界なんだけど、うん、もうそれが今ではさやっぱり YouTube 見るの当たり前みたいなさ、うん、そういう感じなわけじゃないですか,、うん、だか多分そういう感覚になる体験になるんだと思うんで、ね、やっぱりこの速さが違うっていうのは確かに、うん、だかそれぐらいやっぱりかなりでかいんじゃないかなと思ってプレビューができるっていうのは面白いですね そう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 。なんかね、今日、今日だったかな。深津さんが、その、ステーブあステリームディフュージョンを使った、そのなんかデモというか、こういうのが欲しかったんだ、みたいなのをツイートしてたんですけど、なんかね、それはね、結構面白いアイディアだなと思ったし、僕もそういうことだよねって思ったりしたんですけど、うん、まあ何をやってるかというと、まあ、 プロンプトっていうのをまあ書くわけじゃないですか、ステーブルディフュージョンとか、まあ、AI に何かこういうものを書いてくれっていうのを指示するときに、うんでまあ、ちょっと犬っぽくとか、いやでも耳はこうしてほしいとか、色はこうしてほしいみたいなことをまあ指定するわけですけど、うん、まあそれの指定するんだけど、それの強さをどれぐらいにするのかみたいなのをまあ書けたりするわけですよ。うん、で今までだったら だいたいこれくらいかなみたいなのを感覚的にやって、パシってやって、フ、うん、ーってこうコーヒーを飲んで、うん、生成されてあ、やっぱ違ったかみたいな、うん、そういう感じだったわけですよ、うん、なんか。だからなんか、まあ、なんか結構試すのが大変だったわけですけど、うん、まあそれをこれだったらもっと気軽に試せるよね、みたいなので、まあ、こうデモだとプロンプトが5つぐらいあって、それのパラメーター調整を。 してそれがもうパラメータちょっとずつ動かすごとにどんどん生成してくれて、うん、まあプレビューできるみたいな感じのインターフェースというかねなんかそういうものになってるけど、まあ、でもこういうことだよなってちょっと思ったというかね、うん、確かにねえこの環境は誰でも作れるんですかストリームディフュージョン自体はちょっと僕も今まだ試せてないからいやー分かってないんですけど、うん、まあでも普通に えっと、公開されているし、なんかストリームディフュージョン、動かし方みたいなのもあったような気がします、ね。えー、試してるっていう人も、なんか、結構いたりするんで。んだから、まあ、多分できるんだろうなと思いつつ、えっ、ー、と、まあ、一緒になんか生成 AI とか、まあ、先にやっていただいてる、あの、この前出ていた池田さんとかも、なんか試そうとしたりしてるけど、うん まあなんか環境によってはうまくいかないとかっていうのもあるんで、ちょっとまだ分かってないことも僕も多いですけど、まあでもちょっと、今、今ちょっと別のことを僕、ステーブルディフュージョンでまだやり合ってるので、それが一段落したらこれも試してみたいなっていうふうに思ってますけどね。うんうん、でもなんか、よくさ、ウェブとかでもさ、なんかレスポンシブの速さがもうすべてだみたいな話とかあるじゃないですか。うんなんかやっぱそうなんだなと思う こういうのも含めてそうねスピードが変わるとできることが、うん、全然体験が違うその、うん、やっぱりなんかねやっぱりちょっとさ押してからちょっと待たなきゃいけないみたいなのもやっぱハードルを感じるわけですよやっぱりめか面倒くせえなみたいなとかさう、ね、どうせいっぱい試しねしなみたいなさ、うん、なんかそういう変なストレスというかハードルみたいなのができちゃうんだけどさ、うん、なんかそういうのが一気に取り払われるからさこういうので、うん やっぱりレスポンスの速さっってて重要ななんだなって思いました、ね、そうだね。じゃちょっとなんかサウナの話なんですけど「うん。後ほどサウナで」っていう YouTube のチャンネルがあって、うん、まあなんかあのサウナ界隈で有名な人があのいろんなサウナに 行くっていう、まあ、YouTube チャンネルなんですけどまあその中でノルウェーのサウナ旅っていうのが取り上げられてて、うん、これめっちゃよくてすごい行きたくなったんですよね。お<ー>そうなんかねこの中で出てたのが3つなんかこの動画の中で紹介されてて1個がなんかサルトっていうサウナなんですよ。うん、でまあこれ僕もちょっと前から気になってて、うん、前回 あのノルウェーフィンフィンランド、ノルウェー行ったとき、ああ、じゃあ、フィンランドとスウェーデン行った時、うん、もうまあ、なんか、スウェーデン行くか、ノルウェー行くか迷ってたんですよね。で、ノルウェーも方もちょっと調べてて、で、その時知ったんだけど、なんかサ、サルサルトっていう、はいはい、なんかね、ピラミッドみたいなのがあるんですよ、<laughs> その港にね。<laughs> で、中がもう本当に、なんだろう、二十段ぐらいのすごい段々になってて、で、そこに、そこの中にストーブが。 7つぐらいあるのかななんか7つぐらい前に並んでるんですよ。並んでるね。うん、でまあめちゃめちゃ多分3階ぐらいなのかな高さで言うと3階分ぐらいが吹き抜けになっててもう吹き抜けのピラミッドみたいになってるんですよね。でその7つのストーブでガッと温めるってやつなんですよ。でなんか中にはそのサウナの中ではまあお酒も飲み放題でかつなんか DJ とかもいてなんかまあいい感じの。 音楽をかけながら、まあ、みんな,なんかまあ自由に過ごすみたいなコンセプトの,あのサウナらしくて。でそうこれがねめっちゃ気持ちよさそうで、まあ、この動画の中であの入ってるんですけど、はい、あの楽しんでる様子がはい、はい、入ってるんだけど、うん、バルト海なのかあれはノルウェーの,その海の方に <laughs> 飛び込むっていうようなスタイルなんですけど。うん、そうとかそうもう一個紹介されてたのが。 これはオスロではなくてまあオスロからちょっと行ったさっきオスロからまあ多少離れた町にあるファリスバットっていうなんかサウナっていうよりはまあスーパー銭湯に近いのかななんか温浴施設みたいなところででここがなんかこうサウナ,ちサウナとあとそのアウフグースっていう、まあ、風を起こしてくれるようなサービスがあるんですけど。うん で基本なんかアウフグースって日本とかだとまあ15分ぐらいなんですよねそのやってくれたとしても。なんですけどここはなんかその3時間ぐらいなんかその低温サウナに入ってアロマを炊いてアウフグースを楽しむみたいな,なんかそういうプログラムみたいな,なんかリフレッシュプログラムみたいな組まれてるらしくて。うん で、なんかいろんなアロマを使って、なんか朝、朝だ、朝行くと朝向けのプログラムみたいなのが組まれてて、で、なんかこう、ちょっと目覚めにいいようなアロマを15分ぐらい最初炊いて、で、それの中でサウナ入って、で、途中、なんか海がまあ横にあるんで、海に入って、で、2回目、ま、なんかまた別のアロマを楽しんで、で、アウフグースしてもらってみたいな。で、夜だったら夜、夜で、また別の時間で、まあ、その、 ムードとか気分に合わせたなんか特別なプログラムが組まれててみたいな,ん,なんかまあそういうなんか何ていうのかなリフレッシュプログラムみたいなのがまあなんかその人向けその時々とかその人向けにこうカスタマイズされて提供されるっていう場所らしくて日本とかまあ普通のサウナってまあ長くてもまあ1時間とか2時間とかまあそれぐらいで3セットとかやること多いけど。うん まあここはなんかそういう時間を長くして匂、まあ、いとか五感でこうリラックスさせるみたいな,、まあ、なんかそういうプログラムを提供してるっていうらしくて、まあ、ここも面白いなと思ったしあともう一個三つ目がダレンホテルっていうところでここが、まあ、フィオルド、まあ、ノルウェーにフィヨルドがあるじゃないですか、うん、あのでフィヨルドなん,なんていうのかなその氷がこう溶けて 氷河が溶けてそこにまあ水が流れ込んでるっていう感じだからその山,山と山の間にこう川が流れてるみたいなまあそういうような風景じゃないですか。うん、でそこの中にサウナ小屋を建ててるっていうような,あのなんかホテルらしくてだからフィヨルドの中,に中でサウナサウナ室があってサウナが入れるっていうような,なんかそういう場所らしくて。うーん で、このダレンホテルっていうホテル自体もなんかすごい歴史ある、なんか百数十年経ってるような、まあ歴史的なホテルらしくて、で、そこの中の一部として、そのフィールドの中にサウナがある。で、しかもそのサウナ室もまあ、ほんと窓、一面窓みたいになってて、で、まあフィールドの景色を見ながら、まあサウナに入れるっていうような感じのもので、まあ、これもすごい良さそうで、うん。 いやーノルウェー暑いなと思いましたね、この動画を見て。リッチが良さそうですね、リッチというか。うん、あと、なんだろう、やっぱその、音とか、まあ、サルトだったら、DJ がいるとか、そのさっき言った。うん、サルトはさ、すげーすげえなんかもうサ、サウナの中にさ、音響機材持ち込んでる感じがするんだけどこれ大丈夫なのこ<れ>ですよ、ね。<laughs> いや、いや、なんかだえ、そんな、高く、温度高くないのかなとかさ、ちょっと思っちゃったん。あ 度度ぐららいって言って70って言たかそれでもそれぐらいあるんだ <laughs> そう音響機材とか大丈夫なのかなみたいなさこれ、うんね、普通になんかステローとか入ってたりするけどさとか DJ 機器とかもなんか持ち込んでってるけどさみたいな、うん、<laughs> いやなんかフィンランドのサウナとかってすごいなんていうか原始的な感じなんですよプリミティブな感じのサウナで、うんまあ、それがすごいいいんですけどなんかノルウェーはなんかこうだいぶこう五感を刺激する というか,なんかもう全て詰め込んだみたいな感じで、まあ、これはこれで楽しそうだなと思ってあとなんかこのサルとはさ、まあ、その点,点灯型というかまあ三角形なんだけどさそのなんかこう何て言うの大階段みたいな感じの,の階段にみんな座るみたいな感じになってんじゃん、うん、その写真見る感じ、うん、これもちょっとこうなんかちょっと面白いなと思っちゃったんだけどさなんかこれまださ僕らが そのね、ノルウェーの人が座ってるのを見てるからさ、まあ、それなりに様になった写真になってるけどさ、うん、これさ日本人のおじさんがいっぱい座ってたらさちょっと面白いな感じでさ <laughs> そうねまあでもここのスポットはもう本当若者向けって感じみたいですけどねああ<ー>な,なるほどねでなんかもう男女を近藤で、まあ、水着着てみんな、うん、入ってまあ本当になんかもう整いに行くっていうよりはまあおしゃべりする場所みたいな感じらしいです何、うん、かそんな雰囲気あるね、うん、なんかガチサウナっていう 印象っていうのは、うん、そうそうそうまあこういうのもありなんだなと思って、うん、まあでもなんかあれちょっと違うかもしんないけどなんか昔ちょっと喋ってたあのサウナフェスに近い印象あるなこういう何ていうの、うんまあ、まあサウナ入りながらそのフェスも楽しむみたいなそう,そうねなんかそういう雰囲気の感じあるなこれはうんいやこういうのもありだなと思ってちょっと来年のルウェイ行きたいなと改めて思いましたね うーんなるほどねだいぶなんか多分ノルウェーってそんなもともとサウナ文化があるわけじゃないと思うんですよ確かだからまあ最近そのサウナブームが来てた来てなんかまあフィンランドから輸入的にこう広めたっていう感じみたいで、うん、でこのサルトがあるのも結構あのオスロの中の再開発エリアみたいなところに建てられてるらしくてうん なん新解釈みたいな感じなのかね。そう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 。新しい解釈っていう感じで。<laughs> なるほどね。うん。うん、ちょっと来年はフィンランド行ったとノルウェー行くかと思いましたね。なるほど。面白いですね。うん、じゃあ次の話題ですが、どうしようかな。まだまだ遠慮いと思っている話なんですが、なんかあの、遠近療養メガネの話が。 ちょっとおっととお思てて見てたんですけど、うん、まあでも言っても別にまだ僕もそんな,なんかね老眼とかじゃないと思ってるんで、うん、<laughs> まだ手元も見れるし、うん、そんなお世話になることはないと思ってるんですけどまあでも近い将来お世話になるのかなとか思ったりもしつつ、うん、最近の最近のっていうかね遠近療養眼鏡のイメージってどういう感じでした、うん、なんか下が何でしたっけ <laughs> 下を見見ると近くが見えやすいんでしたっけあそうそうそうなんか僕もまあ遠近両用って言ったらなんか上下があって、うん、下が老眼用で、うんま、上側がなんかその近眼用というかねあのあれっていう感じのイメージでずっと止まってたんですけど、うん、まあ最近は別にそうでもないらしいんですよね。うん、まあ まあ似たようなもんなんだけどなんか累心レンズっていうのが、まあ、最近はまあ主流じゃないかもしれないですけどなんかまあよくあるよくあるっていうかまあちょっと進化してるものとしてあって、うん、まあそれ何かって言ったらまあまあ同じようなものらしいんですけどどうも、うん、なんかいろいろ僕も調べたんですけど、うん、まあそれがなんかでもなんか上下はっきり分かれてるってよりはグラデーションになってるらしいんですよへえ<ー>だから、まあ、老眼のグラデーションだったら下に行くほど そのなんか老眼が強くくなななるみたいな、うん、眼鏡らしくて何でそれがいいかっていうと大体手元を見る時に近くなるから、まあ、下を見る時はだいたい手元を見る時なんで近くなっているから老眼が強くなるただまっすぐ前見る時とかはちょっと別に老眼関係ないかったりするわけじゃないですか遠くの方のテレビ見るとかさそういう感じになったりするわけだから、うん、だから老眼が薄くなってて、まあ、それが 自然なグラデーションになってるみたいなやつがなんか累心レンズってやつらしいですね。<ー>っていうやつがまあ最近はいいものとしてあるよっていう話だったんですけどさらになんかでもねそれは問題点もあるらしくてそれでもやっぱりか例えばそのデスクにまあ座って作業する、うん、PC 作業するで手元を見ながら PC も見ながらみたいなだったらそういう累心レンズは良かったりするらしいんですけど。うん まあ動きを伴うとか、なんか視線がどんどん<ー>移動するみたいな、歩いてるときって、意外とそうなんか首動いてたりするわけじゃないですか、やっぱり、うん、体も自体も動いてたりとか、うん、すると結構、累進レンズがぶれたりすることもあるから、うん、その見てる位置が、うん、なんかちょっとあんまり良くない体験だったりしちゃうっていうのもあるらしいんですよ、やっぱり、累進レンズでも。うん、まあ逆に累進レンズだとあるのかもしれないですけど、なんかはっきり分かれてた方が、こっち見とけばいいって分かるから、うん、なんか、 あんまりそういうことも起こらないのかもしれないですけど、うん、でもまあそういう問題があるからその辺をなんとか解決したいみたいなのでなんかそのこのバリラックスフランスのバリラックスっていうところがバリラックス XR シリーズっていうのをなんか最近作ってるらしくて、うん、なんかねこれもまあそれを解決してるっていう話だったんでどういうことなのかなっていろいろ読んでたんですけどなんか要はまあパーソナライズらしいんですよ。 どういうことかっていうと人がどういうどういうシチュエーションでどういう視線でどういうものを見てるのかっていうのをデータをバンバン取り込んでいってそれに合わせてそのメガネのグラデーションを設計するみたいなさっきの老眼の強さのグラデーションを設計するみたいなことをやることによって可能な限りその人に合ったその自然な見え方を提供するみたいなのをや,やろうとしてるらしいですね。 まあ要はなんかねその手元の本を読むで言ってもさその人によってどれぐらいの首のさ、うん、この曲げ方をするのかとかさどれぐらいの,その距離で持つのかって結構変わったりするわけじゃないですかその人とかによって。うん、だからその辺をそのどんどんパーソナリティすることによって可能な限りその人の なんか生活の中の自然な見え方を提供するっていうのを目指すみたいな考え方のものらしいですねだからなんかこれの,その老眼鏡 XR シリーズの,そのレンズを作る時もかなりいろいろデータをこう計測し,てしなきゃいけないみたいなことを書いてあったんですけど記事にはうんいやなんか老眼鏡もいろいろ進化してるんだなと思いましたねうんいや僕 ICL っていう目にコンタクトを埋め込むやつ、うん、やったんで、老眼、うん、になったらこういうのを埋め込みたいですね。レンズを取り替えたい、取り替えられるらしいんですけど、<ー>一応。あそうならしいですね。あれうん、なんかこういうののコンタクト版があったら取り替えたいですね。うん、そうだね。それがあればあ、うん、どうなるんだろうね。コンタクトでもう同じように実現できるんですかね。ちょっと分かんないですね。うん、どうなんだろう。<laughs> <laughs> なんか、コンタクトは、なかなか、これとはちょっと違う、なんか理論というかね、うん、なかなか場所によって動数を変えるっていうのは難しそうな気もしますけどね、コンタクトの場合は。そうね。まあでも、もっとメカニカルなものを入れられる可能性はあるんじゃないですか。いや、そうそうそう。なんかこう、その人が見てるところに応じて、動的に変えてくれるみたいな。なんかそのうちなんかもう、 完全にに VR みたいになってそうですけどね<ー><ん> <laughs> 実は見てなくて、その目の前、目の中に表示されてるディスプレイを見てるみたいなさ、<laughs> うん、<laughs> そういうことになってきそうだけど <laughs> <や>あの、すごい未来の話だけど。そういうのをやってほしいな。人 <laughs> 柱になりたいな。うん、あそうですか。うん、いや、まあでも、まだまだね、老眼にお世話になるのは僕は先だと信じてますが、うん、まあでも、なってもある程度、 老眼の分野も進化しててるんだなっそうですねまああと10年は大丈夫じゃないですかいやどうなんだろう僕は意外とそんなことないと思ってんだよね <laughs> っていうのは周りの人がそうだから <laughs> <う>周りの人が意外と僕のもう10年いや10年言ってない5六年とかからもう老眼側みたいなこと言い始めるみたいな <laughs> <laughs> あうん、目を使う仕事だからねなんかでもさ昔さあのサザエさんのさ伊佐坂先生ってよくわかんねえなって思ってたんだけど、うん、要はあの伊佐坂先生のさ眼鏡のかけ方ってあのあ下につける鼻鼻そうそう下につける感じのあのかけ方ってさそんな見えてねえだろうって思ってたんだけどさ、うん、あれまあ老眼鏡をつけてるわけだよねきっとそう,そうですね <laughs> だたまにだからさそういう知り合いがさそういうかけ方を眼鏡のかけ方をしてる のを見ちゃうふと見てしまった時があってさ<い>あもうそういう感じなんだみたいなさ <laughs> そのなんかちょっとさ自分も準備しなきゃいけないのかなみたいなさやっぱり <laughs> 感じちゃうよねやっぱりなんかそのんなんか身近な人でさそんなに年齢差がすごいあるわけじゃないのにさそういう人がかけてると確かにねいささか先生60歳らしいですよ <laughs> そうなんだ。まあ、60歳だったらもう諦めてると思うけどね、さすがに。別にもうね、しょうがないかみたいな気持ちになってると思うけど。うん、ま、でもね、ない、ない、ないに越したことないもんね。やっぱりもう僕、まあ、出口くんもそうだけど、そのメガネが、やっぱりストレスになってたところから解放された身としてはさ、やっぱりない方がいいわけですよ。うん。そうね。まあ、技術の進化に期待ですね。期待したいですね。 ちょっと小ネタですけどメルカリがメルカリで出会えるものを作ったうちの実家っていうなんかキャンペーンというかそういうそういう場所を作ってたらしいんですよもう終わっちゃったんだけど、うん、なんかそのメルカリで売ってるものを使って実家を再現したみたいな、うん、でこれがなんかそこに行った人のツイッターを見てたんですけど いやなんか明らかに僕らと同じような年代の人が多分これ企画してんだろうなっていうものが並んでてす <laughs> すごい面白かったんですよねなんかこ,れこれはなんか誰本当の誰かの実家を再現したっていうわけじゃないわけじゃなくて、ね、まあこういうなんか実家感みたいなのをメルカレを使って再現したっていうので,はいはい、はい、でおそらくこのツイッター 行った人のツイート見てると多分30代半ばぐらいの人の考える実家っぽい感じなんだろうなっていう感じまあだからあのー、昭和だよね多分そうそうそう,そうそ昭和感がある時のまだ実家だよねそうそうそう<分>だからスーファミとか <laughs>、うん、スーファミでそのスーファミにドンキーコングが刺さってるとか <laughs> うんかこのだってね一番ヘッダーの画像にはもうスーファミですらないですからねそのファミコンだからねもうそうそう やっぱちょっと昭和感ていやもうこの炊飯器とかもう昭和もう昭和土昭,昭和みたいな炊飯器みたいなさなんかでも<の>行った人のおのポットとかツイート見るとまあ平成初期って感じでしたけどね <laughs> なんかどっちかというとあもうちょっと新しい、うんだでもさすがになって多分そんなすごい昭和のものなんてもうないだろうしねメルカリですらうんいや特にこう見ててよくできてんなと思ったのがこの、うん、このツイートの写真で なんかもち駒さんわかんないけどなんか、うん、いやちょうど日韓ワールドカップが2002年にあってその時僕中学校ぐらいだったんですよ。ではい、はい、なんかベッカムのベッカムがめっちゃは行ってたじゃないですか。ううん流行ってましたねそうでベッカムの万有時代のユニフォームがこの飾ってあったりとかね。<laughs> あー あと、MD が並んでて、そこの、そこにバンポブチキンのリビングデッドが並んでるこの辺は、だから、同世代だからさ、やっぱりそう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 。モーニング娘。のポスター貼ってあるとかさ、エスパルスのアン・ジョンファンっていう、韓国の代表選手とかね。あと、ミニ四駆とかね、ハイパーヨーヨーとかさ。 いやもう明らかにこれ30代の半ばだろうと思って面白かったそうだね、うん、アトミックハートの MD とかそうそうそううんっていうそれだけのおじさんホいほいだね <laughs> いやそうそう,そう,そうおじさんホいほいでしかないなうんこのベッカムのユニもーム本当は家にあったわと思ってあ日韓ワールドカップも今後は見てたねうん まだだ中田の頃だよねそそうそう,そう,そうあとこのなんていうの絶妙に錆びれたスチールラックみたいなやつとかいやこのスチールラックねあるいま、ね、だにある <laughs> 僕の実家の僕の部屋これだもんだって僕も大学ぐらいの時はこれでしたね普通に <laughs> <laughs> これ これさなんでこれなんだろうみんな今何、ね、これじゃないのやっぱり違うのかな <laughs> 今はやっぱりさすがに違うのかないやこれさなんかちょっと錆びてくるじゃないですかなんかちょっとくすんで黒ずんでくるところ <laughs> あああったかな,、うん、なんかまあなんか黒ずんでくるとかそういうことよりもこれさあのその高さを調整できるじゃない、うん、あのなんかすごいグルグルってはめ込むみたいなやつだから、うん、それがさ その、模様替えしようみたいな感じでさ、その、ばらしたりするじゃん。はいはいはい。でも、全然離れないみたいなさ、わかる。わかる。外れないみたいのでさ、ガンガンガンってさ、手叩いてさ、なんかすごい、手を痛めるみたいなさ、<laughs> うん、なんか、そういう記憶しかないね、この、は、<laughs> このメタルラックは。絶対あるよね。<laughs> <laughs> あとなんか、あの、その、それをさ、 4つの支柱で全部はめ込んでるからさその、うん、バランスよくさ外していかないとさ外れないみたいなさな4つの支柱<ー>バランスよく外していかないとさ斜めになるからさあるある一方が食い込んじゃってさ外れなくなっちゃうからバランスよくちょっとずつトントンしていくみたいなさよくやったわ模様替えの時めっちゃ懐かしいわと思って。<laughs> 完全におじさんほいほいです、ね。でもこの、でもこれだなだな。あ、これ iMac なのかなって。このメタルラックに使う。iMac でしょうね。iMac、うん、か。いやなんか、まあこの、これ iMac だけど、うちの部屋はもうテレビデオだったからさ。ああ、テレビデオね。<laughs> テレビデオかなってちょっと一生思ってさ、この iMac。いや、うちもそうでしたよ。テレビデオ懐かしいなと思ったんだけど。<laughs> テレビデオに、なんかあの H D M、HDMI、 M. I. になる前のなんか赤と黄色のなんか、あの撮影。そう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 。<laughs> さすやつやってね、うん。で、ゲームつないでね。うんでも、大体、まあ、M1 とかもそうだけどさ、その。バラエティーとかもさもう、M、ビデオを撮りまくって、もうどん、もう毎回その,その上書き上書きで。<laughs> そうね。<laughs> ビデオ撮るから。なんかもう。ぐちゃぐちゃになるやつやそ、ね。そうね。<laughs> いや、この M. D. もね。<laughs> チョイスがいいわと思っていやー MD 懐かしいね高校時代とか MD やっぱり学生服に仕込んで聴いてたよね,ねでバンプねその袖からさ <laughs> 袖からイヤホン通してさこのんていうの洪水ついてる感じにしてさ聴 <laughs> <れは S 2> くっていうやつうあれねやってたわ <laughs> やってたよね <laughs> バンプとミスルるっていうこのチョイスがね絶妙だなと思ったんです絶 <laughs> 妙ですね初期のバンプね <laughs> 初期のバンプだねこの頃は、うん、なるほどねいやっていうすい <laughs> 全てが絶妙な <laughs> なんかあれだよねだからこ,こういう居酒屋やったらいいんだよね多分きっとそしたらおじさんいっぱい集まるよ多分 <laughs> そうねそのなんか、うん、30代半ば のねおじさんたちが集まる <laughs> そう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 ,そうこういう部屋を再現したところで飲む居酒屋とかやったらめっちゃ盛り上がるよね多分みんなうんこれあったよねみたいな話マリオ RPG とかってね <laughs> そう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 でちょっとゲームもできたりしてね、うん、懐かしいみたいなのも言いながらでもやっぱ最近なんかこの30代おじさんが多分、うん なんていうの可処分時間も所得も多いから、なんかそういうのを狙ったコンテンツがこう、いっぱいあるなと思って。ああ、そうかもね。うん。まあでもけね、マリオ RPG とかリメイクされてるのもまあそういうことだと思うし。<laughs> うん。いや、こういう居酒屋作ってほしいなうん。<ー>行きたいな確かにね。いいね。こういう居酒屋。だからさ、案外、まあちょっとね、いろいろ、 物が、とかっていう話はあるかもしれないけど、なんか、よくあの、レン、レンタルスペースとかさ、そういうのもあるじゃん。うん、ちょっとしたさ、パーティーとかで借りれますとかさ、写真撮影で借りれますね。はい,はい、はい、だこういうコンセプトの場所あってもいいよね、確かにね。確かにね。<laughs> <laughs> なんかちょっと昭和感、昭和の実家を楽しむスペースみたいなさ、ね。な北欧風のおしゃれ部屋とかじゃなくて、こういう。<laughs> <laughs> そう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  <laughs>。ちょっと実家っぽいさ、誰かんちみたいなさ <laughs> うん、 そういうスペースも意外といいのかもね。確かに。ちょ、ちょっと今日、誰かんちで飲もうぜみたいな感じでさ。あえスーファミ置いてあるとかね。PS 置いてある PS1 が置いてあるとか、ね、でなんかね、ちょなんかもうスーファミのさ、マリオカートで盛り上がるみたいな <laughs> いいね。<laughs> PS の初代の方のウィーレで盛り上がるとかね。そう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 。<laughs> スマブラで盛り上がるとかね。<laughs> う そう,いうそういうコンセプトも意外とありなのかもね。確かに、ね。レンタルスペースとかも。それはいいね。行きたくなるないや、うん、部屋っていう。あんまり都内には実はないのかもしれないからね、そういう場所が。確かに、ね。田舎の実家とかにはある,あるけど。<laughs> そうね。確かにね。実家は保存されてるけどな。自分の部屋ではさ、すうシスチールラックも捨てちゃったからねこういう。ういう部屋がさ、渋谷にあったらさ、意外と流行るかもね、だから。ああ、確かに。 居心地いい渋谷でねなんか仕事した帰りにさちょっとあそこん家行こうぜみたいな感じで<ー> <laughs> っていうのがあったらちょっと意外と新鮮なのかもしれないですねうん居心地いいかも面白いね確かに、うん、いやすごいよくできた企画だなと思って <laughs> よくできてるね確かに、うん、じゃあ最後に最後になんかうんえっとちょっとデザイン的な話も一つ一つまんしようかなと思いますけどうん タイトルを言うと、注文、注文する、ボタンにするならどっちっていうノートの記事ですね。<う>インターフェースのボタン名を考える上で気をつけるべきことっていう話ですけど。まあなんかこれはフェンリルの人のアドベントカレンダーのやつなのかな。19日目って書いてありますけど。うん、まあなんかこれ、たまに僕も、ま、迷う。 ことがあるけどまあ、基本僕も決めてるんですけどねなんかよくこういうね登録する登録なのか登録するなのか表示なのか表示するなのかみたいな、うん、まあよくあると思うんですけど、うん、まあその できるだけ簡潔にした方が、まあ、この記事の内容的にはできるだけ簡潔にした方がいいっていう感じだけど、まあ、その省略してしまう、まあ、するを省略してしまうことによって、まあ、その名詞なのか動詞なのかっていうの迷うポイントが出てきてしまうよねっていう話があるから、まあ、案外省略しない方が上長になってもいいんじゃないかっていう話がまあ展開されてるんですけどなんかこの話結構で僕は結構前にさっきも話したあの池田さん とまあ、池田さんとはまあ僕はハテナの時代から同じ会社で働いてるんで、うん、結構まあそういう意味では長い一緒に働いてる期間長かったんですけど、うん、池田さんがすごい前に同じような話をしてて、うん、なんか基本もうんかそういうユーザーがアクションすることによって何か動作するものっていうのは全部何々するみたいな動詞にするようにしているみたいな話をなんか聞いたことがあって、うん、あそれは確かにそうした方がいいのかもなと思って。 僕も基本そ,うするそれからそれするようにしてたんですよね、うん、なんか割とそのブレてた時期もあったんだけどそれが、うん、まあ要はなんかね設定例えば設定みたいな言葉だったとしたらその設定っていうものと設定するっていうものがあってその設定っていうのを押した時に本当に設定が完了するのかそれともその設定によってその設定の画面が出てくるだけなのかとかっていうのが、うん まあ、ブレる可能性があるっていうところが、まあ、多分そのユーザーが思う迷うポイントとしてあるよねっていう話ですよね、うん、分かりやすく言うと、うんね、この辺でもみんなどうしてるんですかねこういうのって確かにこの記事は結論はどういうことなんですか、まあ、結論的にはやっぱり、えーまあ、さっきも言ったように情長であっても、えー、と動詞アクションをするものに関しては動詞 ににするようにした方がいいんじでもその時に例えばさっきの注文とかだったらね注文注文するみたいな感じになってしまうかもしれないけどなんか例えば何かを表示とかだったら、まあ、その表示ってなると、まあ、名詞なんだけどその表示するにすれば動詞かもしれないけど、まあ、言葉を変えて全て見るとかねそういう感じにすればもうちょっと自然になるかもとか、うん、そういう話も書いてあったかな。うん 結構僕の中ではインターフェース作るときは結構意識してるところあるような気がしますね。なんかうん、例えば何かアカウントを削除しようと思ってアカウントの削除っていうラベルがあったとしてそれは名詞なのでまだ削除しないよっていうのをめあの明示的にしようとしてるわけです。まあ、要は動線だよっていうことを言うようにしするためにあえてそこを明示にしてそこを押してもらってでさらにこう。 なんていうのモーダルなりなんか別ページなりと一してな本当に削除するみたいなボタンを押すみたいな削除するっていう決断をするみたいな、うん、その時は動詞になってるみたいな、うん、ことは結構インターフェースを考える時に割と意識してることが多いような気がしてますね。うん、ああ僕もそういう感じだな。なんかそんな意識してなかったけど、まあ、言われてみればなんかクックパッドが確かそういうふうにやってたからって。 っていうのがあるから、うんうんまあ、そこはね結構池田さんの意思がかなり入ってると思いますけど、ねうんうん、僕もそこに影響を受けてる気がするな、うん、でも結構さあの iOS、まあ、そのデフォルト標準のやつだとさそのなんか完了みたいなさ割と登録みたいなさあの右上のナビゲーションバーのボタンとかってさ割とその省略表示して、まあ、名刺で終わらしてるなんか漢字二文字で終わらしてるみたいなのが多かったりするじゃないですか削除とか。 うん、だからまあああいうのもまあよくよく考えると本当は完了するとか削除するとかにした方がいいんだけどそうなるとやっぱちょっと冗長だよなって思って感じてしまう部分もあってどうなんだろうなみたいなのも多分いろいろみんな思うんだろうなみたいなまああと英語だと違和感ないからねセーブはセーブだしっていう <laughs> うんで短いしっていうね <laughs> それを日本語にすると難しいっていう話ですよね、うん、まあでもね なんかそれこそ多言語で言ったらドイツ語をもっと長くなるとかって多分ざらにあるから、うん、それ考えたらもう冗長でもいいから分かりやすくする方を選んだ方がいいんだろうなって思ってやっぱり最近はその動詞名詞意識してラベルつけてるようなことがあるような気がするけど、うん、確か前職もまあその前もそうだけど s a ス s 作ってるとまあ大体多言語対応するから、うんうん、そうするとねそんなに日本語での見え方がどうの、うん 見え方で考えるっていうのはあんまなんかしてなかったなっていう,うんまあねなんか結構僕もブレる時あるんですけどなんか場合によってはさそ,のそれこそさ全て表示みたいなさなんか別にそれを押したからといってどう困ることはそんなにないみたいなアクションもあるじゃないですかそういうものに関しては別にどっちでもいいかなっていう気もしてるんですよわ、ね、かりやすい方ければいいかなみたいなぐ、うん、らいでしか思ってないんだけど、まあ、削除とかねその登録とかってさ結構 後戻りできないというかさ、うん、そういうものに関しては割と気を使ってるところはやっぱりあるような,なすそうですねそうですねまあでも結構ねこういうちょっとしたラベルライティングみたいなのもやっぱりインターフェースでは重要な部分かなと思ったのでちょっと、うん、面白い、まあ、話が書いてあったのでちょっと取り上げてみたっていう感じですねちょっとまあこの本文内でもちょっとだけあるんだけど、うん、僕も僕もっていうかこの その話とはまた違う話かもしれないけど、なんかもう本文内でトグル UI の話がちょっとあるんですよ。はいはい。僕結構トグル UI ってなんか便利なんだけどそんなに好きじゃないんですよね。うん、そのなんでかっていうと分かりづらくないですか、トグル UI って正直。分、うん、かりづらい。分かりづらいよね。うん、そのまあ、 トグル自体がどっちがオンオフとかっていう分かりづらいその場,の場合によってはあるかもしれないけど、まあ、そこはまだ見た目的な部分で、うん、デザイン的な部分でディテールでカバーできるかもしれないけど、うん、オンがどっちなのかみたいなさそ,の、うん、<laughs> そういうのあるじゃんかんか分かりづらいっすねなんか iPhone のだから正直ね<あ> iOS のデフォルトのトグルだったらまあまだ分かりやすい、うん、なんだろうもう覚えてるから、うん、オンオフ分かりやすいけどそのね独自の トグル UI だと余計分からないですああはいはいはい。とかそのなんかラベルが分かりやすいラベルがついてればいいけどこのラベルこのラベルとオンがどういうことなのかみたいなのが一瞬分からなくなるみたいな、うん、そのなんか <laughs> っていうのもあったりして正直ねトグル UI って便,便利だから僕も使う時あるんだけど一方でなんか。 なんかあんまり使いたくないなっていう気持ちもあるというかね。うん、そう、ね、ラベルが含まれてるトグル UI はいいんだけどね、そのなんかあるじゃないですか。タブみたいなトグル UI というかね。そういうのはまだ別にいいと思うんだけど、なんかオンオフを切り替えるようなトグル UI って結構場合によっては難しくなっちゃう可能性あるから、あんまり好きじゃないなって思ってるんだけど、みんなどうなんですかね。わかりますよ。なんかそのラベル、うん、要は なんかラベルがあったとしてそれをトゥルー・フォルス反転させるのがトグレじゃないですか、うんうん、だからそのラベルの意味によってなんていうの逆に捉えちゃう可能性もあったりとかしてそこが難しいなと思うんですよねだからさまださ、まあ、例で言ったらさ拡大表示。 のオンオフだったら分かるけどさ、うん、その場合によってさ、拡大表示しないみたいなさ、うん、ラベルが拡大表示しないオンオフってなったら、どっちが、ん、うん、オンなのかみたいなさ、ななうそういう時あるじゃないですか、やっぱり。否定の否定って分かりづらいじゃないですか。そうそう,そう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 。そ文章でも。うん。なんかそうな,なっちゃう、なっちゃいやすいなっていう。まあね、気をつけないとそうなっちゃう、ね。気をつけないとか、そうそうそう,そう,そう、うん。そうそうそう。そういうのがあるからね、あんまり好きじゃないっていうかね、なんかこう、 一瞬考えないとダメみたいになっちゃうことがあるから、ねうん、やっぱりその。はい。まあちょっと、余談でした。ちょっとクリプトの話しようかな。ちょっとはい,はい。はい、なんかまあ一個大きい話あって、バイナンスの、バイナンスっていう、まあ世界最大の取引所があるんですけど、うん、そこの代表の CZ っていう人が有罪になったんですよね、アメリカで。マネーロンダリング防止法みたいなやつで。うん、おついに出たんだ。そう。 もう決定してでまあ有罪になったんで、うん、もうバイナンスの代表を降りたんですよこの CZ が。っていうでかつなんかバイナンスはまあかなりの膨大な罰金を払うことになっていて<ー>まあ結構なんていうかもう厳しいんじゃないなんだろうすぐに潰れるとかないけどまあまあ代表はこの CZ って言ったらかなりなんていうか リーダーダシップある人だから、まあ、そういう人がいなくなったっていうところとその大きな罰金っていう意味でまあちょっと行,行き先が不透明なんじゃないかっていうふうに言われてて、うん、まあ結構これはビットコインとかイーサリウムの今の価格には反映されてないんだけどまあ割とこう、うん、まあいい意味でこうずっと爆弾だってわれてたんですよねなんかこの問題がずっとあるからこれが爆発するとまあ結構暴落につながるんじゃないかみたいなことを言われてて逆にこれが何かんていうか 今分かってる、まあ、最大の海っていうか,か FTX 事件とかいろいろ事件が、まあ、去年今年ありましたけど、うん、まあそれの最後の海と言われてたのがこのバイナンスの問題で、まあ、それの蹴りがまあ,ある意味ついたっちゃついたんで、うん、まあもしかしたら、まあ、長期的な意味ではクリプトにとってポジティブなんじゃないかっていうふうに言われてたりするんですようん、うん、で,でまあ今なんかクリプトのまあビットコインイーサリアムの値段的 価格的にはまあかなりなんか今バブってるんですけど、まあ、だいぶ値段も今年の後半ぐらいから結構また戻り始めてましたよね確かうんでまあ全部は全てはこの ETF が承認されるされそうっていう憶測のもと、はいうん、まあなんかなんでこんなに盛り上がってるのか正直 わかんないっていうかなんだろうなその ETF が承認されるかもみたいなのは、まあ、毎年この時期になると <laughs> こう毎年恒例みたいな感じで <laughs> 来る話なので、うん、ただまあ今年はなんかすごいそれが本命だというふうに見られていてまあなんかそれをこうまあどっかリークされてるのかもしれないけどまあなんかそういうので、まあ、かなりこう値段的には織り込まれてここまで来ていてまあそれによって値段もだいぶ上がってきているっていうような感じ。 うん、で一応年明け1月末とかだったかなとかになんか承認されるんじゃないかっていうふうに言われててでまあそうしたら、まあ、まあさらにここからどんどんなんだろう ETF が承認されるとあの機関投資家とかからお金が入り込みやすくなってまあそれによってまあ値段が支えられるっていうような話があるのでまあ金の ETF とかねそういうのあるけどまあそれの一部としてまあビットコインとかもまあまずはビットコインかながこう承認されて。 投もっと言えばそのまあ ideco とかなんかそういうのにも組み込まれたりする可能性はまあ今後あるのかなっていうそれは結構大きい話ではあって、まあ、このバイナンスのシーズンが逮捕された海が出たっていうのを含めてなんかまあ割とポジティブな年に依頼はなるのかもしれないなっていうような見方が今されている感じですね。うん まあ逆に ETF が結局認められませんでしたってなるとまあすごい多分暴落すると思うんですけどまあまあでも、ね、<laughs> だいぶ、ね、ちょっと前に戻るぐらいですよねきっと、うん、まあかなりこうなんだろう折り込まれてるからなんかこう、はい、まあその折り込みが全部解かれるっていう感じの暴落になるかなっていうはいはいはい、はい、なのでまあ2024年もしかしたらちょっとクリプトだいぶ冷え込んでたけど今年 まあ、ポジティブになるかもしれないねっていうふうにもう下がるとこまで下がったねっていうような感じの、うん、雰囲気ではありますね、うん、っていう,もうなんかあんまり動向を見てなかったけどちょっと前になんかちょっと必要だったからもう多少ですけどイーサーリアム買ってたんですよねへ<ー>だからそれがなんかなんかすごい上がってるなみたいな別にでもそれ売る,気売る気があって使った,使っ,たっていうかあのなんかどっかちょっ,とちょっとだけ使う必要性があったから買ったぐらいのものだったんですけど、うん、なんかね最近すごい 上がっっててて買えないないと思ってたのまあまあまあ、まだまだ、<laughs> 初動ですけど <laughs>。初動なんですかね。あの本当に ETF が承認されたとしたら初動だと思います。あま,あま,あまあ、ねそ,まあ、それはそうだと思いますけど。うん、なるほどね。まあ、それが1月中ぐらいには、じゃあまあわかるのかな。かなとは言われている。けど僕はまあ半信半疑ですけどね <laughs> うん。 まあっていう、まあポジティブな話が増えれば来年はもうちょっと Web3 の話ができるようになるかなっていうような感じですね。うん、じゃあ、そん,ね、そんな感じですか。今年はそんな感じですか今年今年かあれ。今年最後年これは。今年最後ですよ。ああ、そっか。もうこれ、はい、配信するのは、おもみそか前の、おもみそか前の、おもみそか、29日か。なんで。ちょうどいいんじゃないですか。 最後ですね。毎年、最近はもう冬休みみたいなものはあるのかないのかよく分からなくなったりする。<ー>私もなんかまあ、なんかいろいろ仕事のことを頭に常に出ながら、多分過ごすんだろうなっていう気持ちになってますね。<ー> <laughs> 僕は久々に冬休みですよ。なんか、その、たくらむで、付き合ってる会社、大きい会社多いから、うん、まあ、年末年始は普通に休む人多いし。 案件は止まってることが多いからいやまあでも僕もとはいえちょっと時間作ってなかなか読めなかった本を読みたいなと思ってるんですけどねさすがに分厚くてこれはまとまった時間がないと読めないなみたいな本とかそういうのがいっぱいあるんでちょっとそれを何冊か読みたいなっていう気持ちではいるけど何冊読めんのかなっていう気持ちでもいるみたいな。<laughs> まあでも家にいると多分そういうのをダラダラして多分読めないんでちょっといつものごとくコメダに行って読もうかなと思ってますけど、うん、なるほどコメダ年末やってんのかな年末年始 <laughs> <laughs> 年末年始やってなかったらもう僕の年末年始終わりますね多分コメダにかかってコメダにかかってますね僕の年末年始は <laughs> はいなんとかコメダが空いてることを願って 今年もお笑いにしましょうかね、じゃあ。はい。良いお年を。はい。今年1年、聞いてくださった方、本当にありがとうございます。えっと、来年も引き続き、同じようなペースで、同じような感じで、気になったこと、面白いなと思ったことを紹介していこうかなと思いますので、引き続き、良ければ、お付き合いいただければなと思います。で、もし、良ければ、ご質問、ご感想、リクエストなど、送っていただけると、 えー、嬉しいなと思うので、あの x にポストしていただいたりまあ、ショートにあるウェブサイトのショートにあるお便りのリンクから送っていただければ配信内で取り上げたりしますので、どしどしいただければと思います。イサイズ編も毎週金曜日に配信しています。spotify Apple Podcast youtube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。 とということで、今年はここまでまた次回お会いしましょうさよなら。さよなら